コンコン、コンショー、どうも、タンショーです。今回はカウントダウンのコマンドの紹介をしていきたいと思います。はい、実際やってみましょう。はい、コマンドは全部で、コマンドブロックがのみのカウントダウンになります。こちらね。はい。1、2、3、4つ。まあ、3、2、1、スタート。はい。これだけですね。はい。まあ、実際はよく使ってるのは、リピーター使ったカウントダウンの取り方。うん。遅延させて、次の表示させてっていうパターンがあると思うんですけど、実際これはコマンドのみでのカウントダウンになります。はいはい、実際、内容を見てみましょう。実際一つ目のコマンドはこちら、まあ、3、まあ、タイトルつけてますけど、はい、こちらは普通のコマンドでなります。はい。まあ、衝撃無条件、レッドストーン。で、違うのが、次からだね。はい。2つ目からが違います。まあ、チェーンブロック。まあ、上3つはチェーンブロックで続けていく形になってて、チェーンの条件付き、常にアクティブ。まあ、ここでカウント 2が入るんですけど、ここで、ティックの遅延、これが20で1秒になります。はい、遅延をここで発生させると、ティックの遅延を20で1秒になります。はい、これを続けざまに使っていくと、ここも20ね。はい、全部20で1秒なので、はい。で、最後にスタートと表示させて、で、もう一回スタートさせてみましょう。0と。はい。まあ、特にね、アスレとか、まあ、それ以外も何か、PVP とかスタートさせるときなんかには、よく使うコマンドだとは思います。はい、こちらのね。カウントダウンのコマンドについては非常に簡単なので、コマンドをまあ設置するだけなのでね、こう回路も必要ないと、コマンドを4つで、まあ3つ4つで可能なので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。じゃあまたね。バイショー。